質問されております。体制一番の有馬先輩と申します。まもなく体制一番と有馬先輩の方に、到着する予定です。今日も、練習の方頑張ってまいります。よろしくお願いします。変化の時は90度ぐらい。あ、90度ぐらいなんだ。その代わりこっちを弾いて、あ、足は一緒ですね。重心を乗っけて脱力して、うん、おお、すげえ。足幅で言えばなんかこんな感じかもしれない。あ、はいはい。体勢チャンネル。足幅で言えばなんかこんな感じかもしれない。あ、はいはい。おすすめなんかで打ち込み1から踏み込んでるんですけど、うん、もう1は出てるんで、はい、2からスタートするイメージで、はいはい、2が浮いて移動してる時に1も一緒に移動する。あ、はいはいはい、わかる。前の1の足が、うん、2の足が移動してるときに一緒に。あ、はははは、移動する。あ、これ大事だ。鼻が浮いてるように見える。ああ、わかるわかる、うん。あ、そうかそうか。1、2、3じゃなくて分かりやすい、分かりやすい、うん、1だね、うん、あ、1、2の時間を削ってるんで、うん、踏み込みの足も、うんうん、早く感じるのかな。あ、1で入ってるわ。そうですね、1で入ってる。あと回転力を多分、はい、出すときに、はい、ちょっと意識してるのが、はい、両足でこう上げるんじゃなくて、はいはい、相手の体重が乗ったら、はい、釣り手側の足に自分の体重乗っけて、体重乗っける、こういうで、あ、浮いちゃうぐらい。はいはいはい。同じ足で踏ん張るけど、さらにここから重心移動させる。ああ、それってな、投げてる最中に重心を移動していくってこと。そうですね。ああ、相手がここに乗るんで、重心が、うんうん、体重が乗ってくるんで、うん、自然とこう重心が乗ってきて、こういう、あ、ちょ、うまく説明、あ、や、あ、分かる分かる、うん、あ、はいはい、左足にね、重心乗っかってるね、しっかり。まあ、今のは極端にやりました。うん、分かりやすい。相四つの時も、相四つの時も、体重ごと、うんうん、それ重心を移すことで回転率が上がるのかな。それで多分速くなる。ああ、だよね、そういうことよね。そうですね、こっちも、はいはい、膝のバネを使う。ああ、はいはい、説明が下手になって。いやいや、これね、あの、全部あの編集するから大丈夫。上手いこと。体勢チャンネル。そうか、すげえな。でも前回のその無重力のとはまたちょっと違った視点で、うん、説明されてるから結構面白い。確かに、うん、あとなんかどんな質問がありましたか。あとね、例えばそのランドリー中にどうやってその無重力杖を使うのか。どうやって使いますか、うん、だから一発で入るのか、その相手を動かしながら 入るのかとか。あ、いや、もうそれはもう絶対動かしながらとか。あ、動かしながらとか。足技でつないで、つないぐ、はいはいはい。例えば相手がこうやって腰引いてると入れないから。ああ、入れない入れない。入るために、うん、例えばこっちの足を払って上がってきたとこに入るとか。はい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 。え、何今の、ちょっと足の、あれ、今なんか普通にやったっけ。足、何それ。
すげえんだけどそれ。段取りで、はい、あの有馬先輩と段取りやってる時に、はいはい、そう、あ、分かる分かる、これやられたやられた、うん、あ、一緒のやつなんだこれ。そうですね、すげえ。払うっていうよりかは、うん、相手の足首に自分の足首を引っ掛けて、うん、はいはい、引っ掛けて、はい、なんか押す。これ知ってる人あんまいないと思うけど、すげえなこれ。当然蹴ったら止まっちゃうんです。ああ、はいはい、このああいうとだ引き手を、ああ、押し込みながら、はい、はあ、これすごいね、これ教えちゃっていいの？いや全然いいです。あ、ありがとうございます。多分視聴者のみんなさんも喜ぶと思うんで。上半身が効いてないやん、こうやってやると。ああ、効いてないとダメだよ。だから相手がこうやって押さえてきて、うん、こっちがあらかた自由なんで、はいはい、こっちに体重がかかってるんで、はい、ああ、はいはいはい、ちょっと取れちゃいます。はいはい、結局こう打つとかで、うん、相手がまっすぐなったら入るとか、うん、あと最初これやる人ってどういう風に練習していったらいいのかなっていう、この無重力ゼロ自体を。例えば急にやったら危ないじゃないですか。どういう風に練習していけばいいんですかっていうような質問があったんで。なるほど、はい、多分それでは皆さん、次回もお楽しみにしておいてください。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。大成チャンネルです。よろしくお願いいたします。それではまた。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。脱力して。うわ、めちゃめちゃ肩みてえだ。すげえ切れてる。全身の力を抜いて下にこう下に落ちるイメージを、とろけるようなとろけるようなイメージを作って相手の足に落ちてあげる。はい、足に落ちてあげる。